レース中の落馬事故で10日に35歳で亡くなった日本中央競馬会、JRA、騎手、藤岡光太さんの合同葬が15日、滋賀県立東市美園の JRA 立東トレーニングセンター構成会館で営まれた。関係者ら約1000人が参列し、早すぎる別れを悼んだ。写真、2024年に亡くなった方々、合同葬は JRA と日本騎手クラブが実施。 藤岡さんは1988年、立東市で藤岡健一調教師の次男として生まれ、2007年に騎士デビュー。9年に G1 初制覇するなど JRA 重賞22賞、通算803賞を挙げた。6日に兵庫県宝塚市の阪神競馬場であったレースで落馬して頭と胸を負傷し、亡くなった。合同層で日本騎士クラブの竹豊会長は、高田の周りには人が集まり、 年上の騎手からの信頼も厚く、早くから中心的な存在でした。かけがえのないジョッキーを失ったことは痛恨の極みです。今後、君の思いを胸に乗っていきます、と声を詰まらせながら長辞を捧げた。藤岡さんと競馬学校の同期生だった浜中俊騎手は、孝太は一番の親友でライバルで、本当に特別だった。もっとジョッキーを続けたかったやろな、もっともっと活躍すると思っていた。 高田の糞は俺たちがしっかり頑張るからな、と涙ながらに誓った。この日は立東トレセン事務所にファン向けの貴重台と喧嘩台も設けられ、107人が貴重して藤岡さんの冥福を。